どうも、うずです。今日はまた久しぶりに音の話をやってみたいと思います。で、今回は今ここにね、じゃらじゃらと散らかってるんですけど、以前 iPhone とウォークマンなどの音の違いをちょっとうずさんが聞いた上での感想動画っていうのを上げさせてもらったんですが、今回はあれの違うパターンでいこうと思います。今こちらにうずさんの iPhone6 Plus と音響のボタン DAC-HA200 があります。この2つの組み合わせでうずさんが持ってるヘッドホン、カナル式2本と安いやつと高いヘッドホンで音をちょっと聞き比べてみて、実際に音がどれだけ違うのかというのを自分自身でちょっと試してみようと思います。まずは iPhone に付属のヘッドホン、悪くはないんだけど、やっぱり最近うずさんね、お気に入りのヘッドホンで音楽聴いてるから、なんだ、音のスカスカ感というのが出るのかな。これは悪くはないんだよ、全然聞ける。お外で聞いてたら十分なヘッドホンだと思いますよ。これもちょっとね、 iPhone のヘッドホンってデザインもね、独特で面白い形してるんでね、気に入ってはいるんですけど、最近使ってないね。で、最近使用頻度が高すぎて、もともとかっこいいデザインだったんですけど、真鍮のね、部分がね、削れてきてしまったヘッドホン試してみたいと思います。うん、全く違う、全然違う。音がすごい深くなる。カナル式で耳にこう突っ込むからっていうのもあるんかもしれないんだけど、これはね、すごいいいね、コストパフォーマンスがいいヘッドホンで、 MDR の EX650 っていうヘッドホンなんですけど、真鍮でね作られていて、そのハウジングがすごい効果的に響く、すごいいいヘッドホンなんですよ。6000円ぐらいで買えるヘッドホンとしては本当にズバ抜けていいかなとうずさんは思っています。で、次は安いヘッドホンにしては珍しく肩出しのねヘッドホンなんですけど、パイオニアのヘッドホンでちょっと試聴してみたいと思います。これ3000円ぐらいのヘッドホンかな。ああ、でもやっぱりヘッドホンだと少し余裕ができるのかな。音は悪くないですね、全然聞ける、聞けるけど、なんかちょっとやっぱり耳は痛くなるね、きっとずっと使ってたらね。あれ、以前ね、このヘッドホン使った時ってこんなにいい印象なかったんですけど、多分このポターンの効果かな、すごい音がよく聞こえる。ああ、ポターン役立ってるわ。はい、で、あとはうずさんがよく使ってる、この動画にもよく登場するこの MDR1R Mark II、 これでちょっと聞こうと思います。まあ、これは逆に言うと一番聞き慣れてるからね、違和感が感じないとうずさんは思うんですけど、やっぱ違うわ。うん、違うよ、それは違うよ。これでさっきいい音に聞こえたんですよ。ポターンの効果かなと思ってうずさんさっきちょっと喜んでたじゃないですか。比べちゃうとやっぱり全く違うね、音がすごい柔らかい。まあ全然違うわ。うん、まあ当たり前の話になるんですけど、結果的にはこの組み合わせですね、うずさんの中ではね。もうウォークマンはね、ちょっと覗いてね、 iPhone プラスポターンプラスソニーのこのヘッドホン、まあこの組み合わせがうずさんのポータブル機器の中では一番音がいい組み合わせに結局なりますね。ただ先ほども紹介したように、ソニーのヘッドホン、この MDR-EX650、 これは本当にね、安いヘッドホンとしては音が本当抜群にいいので、ハウジングと音道管に真鍮を採用したっていうキャッチコピーのあるこのソニーのヘッドホン見かけたらめちゃくちゃおすすめなので、ぜひちょっと試しで聞いてみたりとか、まあそのまま購入しても損はないと思います、こいつは。まあね、ヘッドホンってね、人によっていろいろおすすめするものも違いますけどね。うずさんの友人でこの間見せてもらったんですけど、アステル&ケルンっていうところの AK120 っていうオーディオプレイヤーがあるんですけど、よくね、いい音響さんのりょうたさんがこう 手に持ってね紹介してるようなプレイヤーなんですけど、あれを聞かせてもらったんですよ。すげえ音良かった。ちょっとね、10万オーバーのデジタルオーディオプレイヤーだからうずさんちょっと手出せないんですけど、あれね、ちょっと聞かせてもらったらびっくりしました。確かに音ね、あれだけですごい、なんかその世界にね入っちゃう感じ。本日はうずさんの手持ちのヘッドホンでちょっと音を聞いて感想を勝手に上げさせていただいた動画になります。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ、ただ最近うずさん音にハマってこういう風にヘッドホンとかね、アンプの話をしていますけど、実際はね、この iPod とか iPhone についてるヘッドホンでも十分ね音楽は楽しめるよ。